イースター、本当に感謝です、なぜ神様のイエス様の復活が祝われるのか、それはイエス様が復活されたように、私たちもいつの日か復活して天国に入れるからです、喜んでいきましょう、信じないものではなく、信じるものになっていきましょう、えー、献金は神様への礼拝と感謝を表す時です、感謝を持って捧げていきましょう、初めての人、準備のない人は、袋を横に回してください。 あパーポってあるんですかあ2011年3月11日東日本大震災が起こりましたこの時有名企業はこぞって被災地に寄付を送りました、まあ、会社の知名度というかそんなんが上がるからですよねでこぞって寄付したんですけど NTT グループは10億円東芝グループは5億円 三菱商事は1億円を寄付ししていきましたこれでもだいぶ大きいですよね額がすごいなって思いますしかしこの時群を抜いてお金を献金寄付した人がいましたそれがヤマトホールディングス株式会社その時の社長が木川社長って言います彼は言い出したのが卓球便1個につき10円を寄付しますこう宣言します これの意味するところは、結果的に142億円の寄付になりました、142億円です、明らかに違いますよねで、あるジャーナリストが聞きました、木川社長に、いつこんな大きなことを決めたんですか、彼は言いました、すぐ決めましたと、なんで決めたんですか、彼は言いました、僕は考えたんですよ、小倉元社長だったらどうするか。 この小倉元社長っていうのが有名なクリスチャン経営者です彼は社長として会社で信仰を貫いていましたその姿勢を見て木川社長はこの大きな寄付を決断しましたいかにこの小倉社長っていう社長が職場でキリストの影響力を放っていたのかが分かります私たちも世の光地の塩 とイエス様は言っておられます私たちは影響力を放つ側です特に今の時代お金で幸せが得れるお金さえあれば何とかなるっていう思いになるんですけどそんな中で私たちが大胆に喜んで献金を捧げていくなら世の中の人はお金なくてもこんな幸せになれるんだと影響力を与えることができます。 今日も大胆に喜んで捧げていきましょうお祈りします、えー、ハレルヤ愛する天のお父様今日はイースター復活の日です私たちも復活が待っているのが楽しみです、えー、この世はお金がすべてですお金があれば幸せになれるそんなふうに思われていますしかし私たちクリスチャンはそうは思いませんお金では幸せは手に入りませんそれを私たちが日本に示すために大胆に 喜んで惜しみなく献金を捧げることができますようにどうか導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン